こんにちは3月21日主の誠実リビングライフの時間です今日私たちに与えられた聖書箇所はマタイの福音書25章1節から13節テーマは花婿である主を迎える賢い備え今日も神様からの恵みと語りかけを一緒に受け取りましょう マタイの福音書二十五章一節から十三節そこで天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る十人の娘に例えることができますそのうちの五人は愚かで五人は賢かった愚かな娘たちは灯火は持っていたが 油を持っっててきていなかった「賢い娘たちは自分のともし火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた」「花婿が来るのが遅くなったので娘たちは皆眠くなり寝入ってしまった」「ところが夜中になって『さあ花婿だ』「迎えに出なさい」と叫ぶ声がした」 そこで娘たちは皆起きて自分のともし火を整えた愚かな娘たちは賢い娘たちに言った私たちのともし火が消えそうなのであなた方の油を分けてくださいしかし賢い娘たちは答えたいいえ分けてあげるにはとても足りません それより店に行って自分の分を買ってください。そこで娘たちが買いに行くと、その間に花婿が来た。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられた。その後で残りの娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、 開けてくださいと言ったしかし主人は答えた誠にあなた方に言います私はあなた方を知りませんですから目を覚ましていなさいその日その時をあなた方は知らないのですから再臨についてのイエス様の例え話の二つ目です 十人の乙女というタイトルで有名な箇所です天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る十人の娘に例えることができますそのうちの五人は愚かで五人は賢かったそして愚かな娘たちは灯火は持っていたが油は持ってきていず 賢い娘たちと呼ばれる娘たちは灯火と一緒に入れ物に油を予備の油を持っていました。で花婿が予想していたよりも来るのが遅くなったので娘たちはみんな眠くなり寝入ってしまいました。ところが夜中になって「さあ花婿だ迎えに出なさい」と叫ぶ声がしてこの十人の乙女は共に 飛び起きました。そして、自分の灯火を整えて、自分の定位置。ここに並ぶ。このろうそくを持ってランプを持って、ここに並ぶっていう立ち位置に。つきました。で、愚かな娘たちは、その時に、はたと気づきました。あ、もうすぐ。油がなくなって。このランプが消えてしまう。そして、賢い娘と呼ばれる。 ちゃんと準備をしていた人たちに油を分けてくださいと頼んだんですけれども、いいえ、分けてあげられないです。それより自分で店に行って買った方がいいんじゃないですかと言われて、そして買いに行ってる間に花婿が来て、用意ができてちゃんとスタンバイ OK だった娘は、花婿と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられてしまい、 そしてもう生きたほわーって油買ってきた間に合うかなって一生懸命帰ってきた娘たちの目の前に残酷にも扉がもう閉められていて「ご主人様ご主人様開けてください」と言ったんですけれども「私はあなた方を知りません」と言って入れてもらえなかったというまあこういうストーリーです。これはクリスチャンと教会が 主の再任を待つ姿ですですからこの愚かな娘も賢い娘もこれ全員がクリスチャンであり教会ですそしてこの灯火は聖霊であると言われています私たちは救われた時にこの聖霊を受けています聖霊によってでしか私たちは 主をイエス様を救い主として告白することができません。で、ちょっと使徒の働きの19章にパウロがエペソの教会を訪ねたストーリーがあります。パウロはエペソの信者信徒の方々にこう質問しました。信じたとき聖霊を受けましたか？と質問し、彼らの答えはいいえ、聖霊の与えられることは聞いていません。 と答えています。まあ、彼らはもう教会員であったわけですよね。けれども、聖霊のことを聞いていないクリスチャンもいたということを、このエペソの、えー、教会のこの信徒の証言と言いますか？いいえ、聞いていません。という言葉から聞くことができません。できます。今の教会でももしかしたらそうかもしれません。まあ、教団教派たくさんあって、例えばホーリエス系だとか。 ペンテコステ系だとかいろんな教派がありますけれどもどこの教団教派においても距離がどうであってもこの聖霊は聖書に書かれていることですし私たちの信仰生活の歩みの中で聖霊が内住してくださるということは不可欠なことですけれどもそのメッセージの中で比重的にそのことを強調すごく 強調するか強調していないかということには若干の差がありまた聞く側もメッセージでは実は何回も聞いているかもしれないけれども自分があまり関心がないので、まあ、聞いてないというケースもあるかもしれません。まあ、いずれにしてもこの同じクリスチャンだけれどもこの歩み方またイエス様がいつ,いつか戻ってこられる時のその準備の仕方によって 入入れられれれららる人人とない人その戸の外にいて入れてもらえない人たちとの2組に分かれるという厳粛なこれはあの本当にストーリー例え話ですけれども実はとても全く道の違う2組のクリスチャンあるいは教会の姿がここに描かれています。 この聖霊の油注ぎというのは、クリスチャン生活に本当に必要不可欠です。で、眠ってしまうということは責められていません。5節に娘たちは、ね、みな眠くなり寝入ってしまったと書かれていますので、この13節にある目を覚ましていなさいという、 この命令はどんな時にも眠らないでしっかりと起きているということではなくってたとえ眠ってしまうことがあっても「起きなさい」って言われた時にちゃんと備えができていいる状態ということですで。この賢い娘たちが愚かな娘たちが「油を分けてください」と言った時にこだわったのは「 決して意地悪ではありません。なぜなら、もう、さあ、花婿では迎えに出なさいという声かけがあった後ですから。もし分けてしまって、十人全員亡くなってしまったら、誰もその灯火を持って花婿を迎えることができない。十人全滅ということになってしまいます。そして、この油が精霊であるならば、これは自分、個人、個人が。 求めて与えられるべきものですですからこの賢い娘が意地悪だということを、まあ、子どもの頃はねそういう反応をする子どもたちもいますけれども決してそうではありませんそしてその花婿が来るのが私たちがもし、まあ、例えば予想していたとしたならばその予想より早くなるか遅くなるということは全く 私たちは、わかり、わかりません。本当に花婿が到着したというその声を聞いて初めて。この愚かな娘も、賢い娘も、両方知ったのです。決して賢い娘は予告がされていたというわけではないんですね。備えに違いがあったのです。 この残りの娘たちがご主人様ご主人様開けてくださいと必死でま頼んだと思います。ですから入りたかったんですね。どうでもいいとイエス様のおいでを花婿が来るのをどうでもいいと思っていたわけではありません。でもいつ何度か来ても万全で迎えようというほどの意識とその心づもりがなかったのです。 「そしてあなた方を知りません」と言われたこの愚かな娘たちは悪いしもべが24章の51節また役に立たないしもべが25章の30節で言っているように泣いて激しりしたのではないでしょうか。ですから私たちは目を覚ましていなければならないのです。花婿であるるを迎えるために 今あなたはどのように過ごしているでしょうか。今日の箇所がクリスチャンと教会が主の再臨を待つ姿だというところを見てきました。そしてクリスチャンの中にも 2種類いて救われてはいるがその後形式だけのクリスチャンと霊と誠をもって礼拝し常に神様の愛と精霊に満たされて霊と誠をもって本当に主と共に生活をし信仰と行動が一致したクリスチャンこの2種類に分かれてくるということを見ました。 もしこの放送を聞いて「あやばい私備えてない」と気づいた方がいたとしたら「安心してください」「祈って求めるならば与えられる」と約束されています。今からでももし自分がこの愚かな娘に属してしまうんじゃないかなと思った人も 今神様に求めていきましょうルカの福音書の11章で弟子たちがイエス様に初めて祈ることを教えてくださいと頼んでイエス様が弟子たちに主の祈りを教えてくださいましたさらには「求めなさい」「そうすれば与えられます」「探しなさい」「そうすれば見いだします」 叩きなさいそうすれば開かれますという夢なお言葉がありますそしてその先13節には天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますと書いてあります弟子たちの質問は主を祈りを教えてくださいでしたイエス様はそのいわゆる基本的な主の祈りだけではなく この聖霊が与えられるということを付け加えました。イエス様の弟子である私たちもこの祈りをしていきましょう。天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますとここに約束があります。この約束を今 受け取りましょう信じまししょょうう信じそして私が求めた時にもあなたは聖霊を与えてくださることを感謝しますと今お祈りをしてこの賢い乙女と言われるこの備えができていたできているクリスチャンと今日からならせていただきましょう。お祈りいたします愛す愛る主よありがとうございます。 あなたは私を愛し許しそして今共に歩んでくださっているだけではなくいつかあなたが私たちを迎えに来てくださりあなたのおられる天の御国へと引き上げてくださるという素晴らしいお約束を与えてくださっていることをありがとうございますけれどもそのためには備えが必要だということも教えてくださりそしてその備えは 祈りを求めるときにあなたは精霊を与えてくださり精霊とともに歩み精霊の導きに従って日々をあなたの見舞いに真実に過ごすときにやがてあなたが私たちを迎えに来てくださると時に共にあげられるという約束をくださっていることをありがとうございます今ここのののお約束が私のものであることを感謝します。 そしてマラナタしを来てくださいと今祈ります感謝をし愛するイエス様の名前によってお祈りしますアーメン